はい、それでは本日もセーマの功績いきたいと思います。アイテム整理で、さっき仲間、前回仲間になったアメリアに槍系渡して、で受け取るで天使の衣、ま、これで、で続いてここで修行ベルニの塔1回、セーマの功績といい、外伝といい、エコーズといい、こういうところでレベル上げることができるから、基本的にその3つの作品は難易度が低めなんですよね。あとは力でゴリ押しできるから、うん、でアメリアは誰と結ばせれる、ロス、フランツ、ネイミー、うん、でちなみにエリックは誰と、うん、結べるメンバーはフォルデ、じゃあエリックとフォルデを結ばして、ルーテ、ロス、ナターシャをちょっと一旦で、アメリアとフランツで、ロスト、で、ターナもレベル上げに使ってまあ、28だもんなたまに、これが毒の爪を持つやつがいるから、おお、上がった上がった、なんでアメリアの方行かないの？
つまり敵にとってはターナの方がアメリアより弱いって思われてんのか。じゃあちょっとターナ戻して。でフォルゼをエイリークと隣り合わせてでフランツとアメリア今の画必殺か。復活した。2回目はない。Thank you.
ビさん。アメリアクラッシュエンジン最後の最後に一つだけですか。一応セーブしといて、またここまで戻されるの嫌だしな。するかな、アーマーとソシアル。でも今速さめっちゃ上がっとるぞ。まあこれでいっか。いきなりあれ相手のヒットポイントが増えたな。うん、アーマーになったらどんなステータスなのかな、一回見てみよう。
速さが8のアーマーナイト。ギリアムの速さを超えている。年あるで行こう。ポケモンみたいにB ボタンでキャンセルはできません。ベルニの塔を合コンの場所にしてしまいました。今倒さなかったからよかったものの、倒してたらアウトでした。もう一体来ますので、様、マーベースで会わせていただいてます。エリック様もご無事のようで何よりです。それにしても、その前からちょっと思ってたんですが、エリック様の装備ちょっと軽装すぎやしませんか。はい、特に下半身の装備がなんというか、そのような格好で激しい戦闘されると、なんかちょっとそんなに申し訳ないでください。目のやり場に困ります。まあそれぞれ気に入った装備ってのはありますよね。俺もこの鎧長く愛用してますよ。鎧の傷はある意味騎士にとっては誇りです。この傷の積み重ねが武勲の証であり、国や主君を守ってきたその証でもありますからね。ないや、まあ俺の場合転んだりしてついた傷も結構ありますよ。寝てる間に寝返り打ってできた細かい傷とか。いや、俺はそんな大したことはしてないですよ。逆にエフラム様に助けてもらった局面も多々ありましたし。エリック様、お任せください。エリック様、微妙に経験値はまだ多くもらえてる。いいな。
何気にアメリアはクラスチェンジした後も経験値多くもらえてるようだな。
あの二人に任せてこっち。ヒットスキル持ってんじゃねえだろうな。ちゃんと必殺エフェクトは振り回されない。
今度は金だった。なあお前、そこのお前だよ、窓口の女。ほら、戦士ガルシアの息子ロスってんだ。戦士のガルシアの息子の息子ロス。俺の名前はロスだ。変なやつだな。なあお前、魔法が使えんだろ。あー、すげえな。魔法って覚えるの難しいんだろ。よくわかんないけど、俺も頑張れば覚えれるかな。即答かよ、少しは考え。だって、ちょっと待て、おい。いや、ドストレートやな。声優千原みのりさん、ぴったりのような気がするが。支援出るまでちょっとこっちに来た。こういう風に、まあ一回クリアするごとに一つ上がっていくっていうぐらいですね。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思いますと思ったけど、ここにオープニングだけでもいいか。
カルチノ共和国はフレリアを裏切りグラウトに願った。カルチノを通ってジャハナに向かおうとしたフレリア王子ヒーニアスは、カルチノ軍に進路も体温も断たれ、絶望的な状況にあるという。エイリークたちはヒーニアス王子の救援に向かった。グラド帝国将軍日朝石のグレン、お、任務を与える。隣国カルチノを探す賊軍エイリーク討伐せよ。エイリーク、あのルネスの王女ですか。エイリークはカルチノに侵略し、キレス市街で市民たちを虐殺、そのまま南へと逃亡した。グレン、お前が行くのだ。カルチノのために災いをなす賊を撃て。承知しました、陛下。兄貴、陛下は何だ。ルネス王女エイリークを討伐せよと命が下った。クーガー、今回お前は帝都に残れ。今回の任務は私だけでいい。兄貴がそう言うなら従うが。どうした。いつもより浮かない顔に見えるぞ。すでに滅んだルネスの王女なのに兄貴が気遅れすることはないと思えないが。やはり弟の前を騙せないか。その通りだ。どうも今回の任務は気が重い。兄貴はそのルネス王女を知ってるのか。ああ、かつて我らグラド帝国のルネス王国に親交があったもの。私は一度だけ彼女とエリックと会ったことがあるのだ。短い話をしただけだったが、とても優しい人柄だと感じられた。私には王女エリックが悪い人間だとはどうしても思えない。兄貴、だが陛下が命じられたのならば。そうだな、クガ、その通りだ。陛下のお言葉に偽りなどあろうはずがない。我らは帝国の将、ただ使命を果たすのみだ。あのエイリーク王女の心が昔のままであれば。ふぬけたセリフだな、グレン。貴様ら三騎がそんなだから我々が苦労させられる。女はやれる任務だ。なんなら私が代わってやりたいくらいだ。バルタ、貴様か。おやおや、仲間にその態度は何だ。今の私は帝国将軍の一人、お前と立場とは同格なのだぞ。貴様は民間人への虐待行為で国より追放を命じられたはずだ。なぜまたグラドに舞い戻ってこれたのだ。親愛なる陛下が私の力が必要なのだと仰せになられたのだよ。まったく陛下には感謝してもしきれんよ。デュッセル、セライナ、そしてお前。今の帝国三家はいかにも頼りない。その穴を我々が埋めてやろうというわけだ。私に感謝しろ、グレン。バルタ、それ以上兄貴を侮辱する気だ。うん、クーガよ。どうするというのだ。ここで私と戦うか、陛下の命に背いて思想でも始めるか。よせ、クーガ。我らは帝国の将だ。陛下の命には従おう。だがバルタ、私は貴様の罪を許しはしない。ヒーニアス王子、どうだ、まだやらそうか。当然だ。これ式の戦いで根を上げるものか。傭兵、君の方こそよく逃げ出さずにいたものだな。なあい、俺は実装傭兵団のリーダーだからな。雇い主より先にへばっちまったら仲間にとなられちまうぜ。んで、これからどうする。我は敵は相変わらず我々を包囲している。迂闊にここを出るわけにはいかんな。伝令が私の危惧を知らせに行ってくれたが、天魔の翼でもフレリア王国までを数日かかる。期待できんな。生き残りだけりゃ腹を決めるしかねえってことか。それともいっそここらで諦めて楽になるか。諦める、バカな。私はフレリア王子だ。そのような弱者の言葉は知らん。私は、ね、世界の命運を背負ってここに来てるのだ。たとえ果てでもジャハナへたどり着いてみせる。そうかい。安心したぞ。リーダーのあんたはその息なら俺たちはまだ生きられてそうだ。どうしたデツス、悪い方は。そいつは弱ったな。で、もっと悪い方は。ジェスト、テツス、君たちをここで解雇する。あとは投降するなり逃げるなり好きにしろ。何？連中の狙いは私だ。
君たちは 武器を捨てて出ていけば死ぬことはなかろう。これからの戦い、君たちは明日待とうじゃ。所詮すぎらないようで、いつ私を裏切るかもしれんからな。待て、テリス。なんで王子、自分はどうする気なんだ。私は独力で脱出を図る。南から突破し、そのまま山中に身を隠すつもりだ。だが簡単にはいかないぜ。何か策でもあるのか。君たちには教えられんが、いつ私を裏か知れたものではない。どこになりと消えるがいい。私は自分一人で行く。俺たちを巻き添えにしないように。死ぬのは自分一人でいいってわけか。バカだ、私は死ぬつもりなどない。だが助かる可能性が低いことは認めねばな。私はフレリア王子だ。君たち庶民とは違う。高貴な身分の者はそれなりにふさわしい責務を負わねばならん。何をしてる。早く行くがいい。やれやれ、俺昔っからそういうのに弱くてな。そう言われちまったら見捨てで逃げるわけにはいかねえよ。俺もあんたとやるぜ、最後までな。何を言ってる。雇い主の命令が聞けぬというのか。テティス、お前は降伏しな。イワンやマリカにはよろしく言っておいてくれ。あ、君たちはそれでも傭兵か。傭兵は割に合わぬ戦いなど捨てぬものだろう。ふん、ちげえね。俺たちは傭兵失格だな。ま、とにかく考えてみようぜ。全員が助かるための策をな。あんたは名打ての策士だ。そう簡単にはやられねえだろ。命令くれ、王子。俺たちはあんたに従うぜ。よかろう。ならばその命、私が預かったぞ。来ただ。だがその望みはまずない。フレイヤーの増援が来るまで最低でもあと。エリック様、王子の隊は現在カルチノ側の傭兵に包囲されているようです。戦況はかなりの劣勢。あの状態では長期の防衛は難しいでしょう。あそこは闘技場か。闘技場だ。ってことはここでまたレベル上げられるっていうのがあるな。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思いますと。では失礼します。